ぶっちゃけ対談面白かった。あの S バー不安だったけどね。なんかやっぱね、スバちゃんがすごいよ。スバちゃんが偉大すぎた。ちなみにあれ一回リスケになってるんですよ。その日になった食中毒に前日ぐらいになっちゃって、そう、あの生肉食べちゃった。生のあの鶏のさ、なんかたたき、鶏のたたき食べちゃってさ、いやバカだなと思った。そう、カンピロバクターになっちゃって、はい。いやね、別にあのノエスバのあの公式の収録があるから、その前日に食べたわけじゃないよ。鶏のたたきを食べたのは別に鶏匂わせじゃない。別にそんな変な匂わせはないです。生で行くかみたいな、気持ち悪すぎでしょ。キモすぎだろ。いや、そこまでは言ってないから。言っとくけどキモいだろそれ。あー、ちょっとノエスバ、ちょっとスバル先輩と、そう、スバちゃんとコラボっから、じゃあちょっと生の肉、生の鶏肉食うかみたいな。キモすぎ。いや、普通にカンピロなりました。お腹空いててね。そう、あ、その思想に至らなかった。ちょっと団長最近疲れてるから、その思想になりがち。申し訳ない、みんなが止めてほしい。いや、ほんとね、ちょっと体調管理は大事だな。なんか今日のね、ノエスバの公式のさ、番組でもスバちゃんがさ、いや体調はめちゃめちゃ気をつけますみたいな、体調管理は第一に気をつけたいと思いますって言って、あのあの2日前にあの胃腸風邪なっとるからさ、団長はさ、収録日にその食中毒なって、で、ここの公式の番組が配信される2日前にスバちゃんはダウンしている。これなんかあるのか、なんかあるのかと思い